試合に先立ちまして祝祝を行います。本日の SMBC 日本シリーズ2022第1戦の始球式を務めていただくのは東京ヤクルトスワローズジュニアの皆さんです。皆さんどうぞ盛大な拍手をお迎えください。それでは選手は守備位置につきます。東京ヤクルトスワローズジュニアは12月27日よりここ神宮球場で行われます NPB 12球団ジュニアトーナメントコナミカップ2022での優勝を目指して日々頑張って練習を重ねております。そしてピッチャーを務めるのは東京ヤクルトスワローズジュニア片岡義人選手です。それでは主審のコールを受けてからファーストピッチお願いします。SMBC 日本シリーズ2022第1戦へ皆さんようこそ。さあ今回終了してね、皆さんの応援を受けてスワローズ4対2リードしております。それでは前半のスワローズの、現在ジェスト皆さんスーパーカラー映像でご覧ください。さあ振り返っていきましょう。さあ先発はライアンこと小川投手、2回に2点を失いましたがストレート中心の攻めのピッチング。さあ一方打線の方は初回に2点を奪ったスワローズ、3回塩見選手のこのバッティング、ストレートをセンター左へ勝ち越しのホームラン。さらに4回はオースナー、大きな当たり左中間へのソロショット、4対2とリードします。そして5回ピンチを招きますが岡川投手ここは踏ん張ります。5回98球を投げて2安打6、2失点のナイスピッチングでした。さあ後半戦もね、選手たちの、ナイスプレーを後押しする力強い応援、皆さんよろしくお願いします。さあそれではもちろん日本シリーズでも行います。つば九郎の空中クロリンパチャー。10月22日日本シリーズ第1
リクエストですね。はい、行きましょう。スワークローも心配だけどね。さあ、場内の神宮球場、大きな拍手を受けて、やってみました。空中空振りパン。あと半回転だったね、惜しい。いや、でも近かったよ、スワークロー。ナイスチャレンジ。ありがとう。よく空中空振りパンでした。SMBC 日本シリーズ2022に提供されております各賞をお知らせいたします。 SMBC 日本シリーズ2022の優勝チームには日本野球機構、日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京、フジテレビより優勝チーム賞が、個人賞として最高殊勲選手には日本野球機構と NPB パートナーのカルビー株式会社、株式会社コナミデジタルエンターテイメント、大正製薬株式会社、日本生命保険総合会社、株式会社ハワイパルシー。ナイスピッチ。お客様にお知らせいたします。新型コロナウイルス感染症対策のためマスクを着用してください。合唱は禁止です。特許ヤクルトスワローラッキーセブン。さあ皆さん、傘を開いて、傘をふりふり、東京のね盛り上がろう。スワローズラッキーセブン。交代をお知らせいたします。本田に代わりましてピッチャー阿部、9番ピッチャー阿部、背番号45。SMBC 三井住友
一番てっぺんの山の高いところにみんなで登ろうじゃないかという話をしました。この初戦相手は球界を代表するピッチャー山本投手でしたけれど、初回にオスナ選手のタイムリーで2点を取りました。あの2点振り返ってみたらやっぱり大きかったんじゃないでしょうか。そうですね、まず塩見が初球から思い切ったスイングで出塁してくれて、まあ、そこから、まあ、胸のフォアボールと、まあ、オスナがね、まあ、三塁線を破ってくれたんですけども、まあ、その後の、まあそのツーベースと塩見のホームラン、オスナのホームランという、まあ、長打というのが、まあ、よく効いたゲームだったのかなと思います。